では読んでいきます。私から読んでいきます。はい。試行錯誤ではなく洞察を。この分野では本能的英知に由来する古い伝統が消滅した後も、ほとんどの場合いくつかの事柄はしっかりと残っています。それは一部の医者がわけは分からずとも常に役立ってきたという理由でいくつかの薬を手元に残しておきたがるのと同じです。人はこうした形で古い伝統から何らかのことは知っていますが、その理由は分かっていません。そしていろいろ試す中で飼料の量を、これは食用、食肉用、これは搾乳用などなどと決めていきます。こうして事の成り行きはしばしば試行錯誤的になりますし、完全に偶然任せの試行錯誤状態に陥る場合もあります。人がたくさんいる場所で誰かが喉の痛みを訴えたとしましょう。すると皆が心配して、ごめんなさいね、何人もがその人の助けになると思われる何かをくれます。30分もすると薬局の開店です。これらすべての薬を服用したとしますと、効果は互いに打ち消され、胃は確実におかしくなり、喉の痛みは改善しないでしょう。このようにしてなされるべきことは単純なのに、さまざまなしがらみによって非常に錯綜したものに変わってしまうことがあります。ところが資料についても試行錯誤ではこれと似たことになります。まず何かを餌にします。これはある面では適当であっても別な面では適当ではありません。そこで次の資料を使います。それも何かの役には立ちます。こうして資料の数が増えていきますし、それはそれぞれ子牛や食肉牛にとって何らかの意味を持つでしょう。しかし複雑になりすぎて全体を見通せなくなります。その理由は主力の関連を見渡せなくなっているからです。あるいはそれぞれが互いに効果を打ち消し合ってしまいます。これは畜産では実際に起こりますし、特に中途半端に農業を研究した人ではよく起こります。本を調べたり学んだことを思い出したりして、子牛にはこれこれの飼料を与え、食用牛にはこれこれと、それでは見て調べています。そこでは見て調べています。しかし状況によっては本で読み知ったことは本のない頃から存在していたやり方と矛盾しますので、大したことはできません。私が述べてきた思考法から始めるときにのみ、また動物の飼料を多くの点で単純化し全体を見通せるときにのみ合理的なやり方ができるでしょう。次どなたか読んでいただけますと。はい、はい、ありがとうございます。 8-29 英知からの見通し。人参の根や天の種子の作用は見通せます。見通せるのです。すべてを混乱させてしまうことはありません。動物に与えるものの働きを見通せるのです。完全に意識的に完全に考え抜いてこのように行うときに、人が農業とどう向き合っているかをご想像ください。こうして複雑化に向けてではなく単純化に向けた資料の与え方を身につけていくのです。試行錯誤によって見つかってきた事柄の大多数はというより非常に多くは正しいのですが、しかし体系的でも厳密でもありません。現行の厳密性は真の意味では厳密ではありません。事柄を無秩序に一緒くたにし見通すことができないからです。それに対し私が示してきたものは単純ですので、その単純な作用を動物生態まで次々に良好にたどることができます。結実作用、熱、代謝系と四肢の意志力。結実作用と熱および加熱料理の関係。もう一つ取り上げましょう。開花的な作用、花における結実的作用という観点から事柄を見てみましょう。
この場合はさらに植物の他の部分における結実作用を見なくてはなりません。植物にはゲーテが好んだある特徴があります。通常は特定の素質は特定の個別器官に特化しています。ところが特定の素質が植物全体に残っている植物があります。次世代の植物を得るためには花にできた結実的素地を地中に植えます。ただジャガイモはそうはしません。ジャガイモでは貝系の芽を使います。多くの植物では貝系に結実的なものがあるとは思っていません。自然界では必ずしも全てが最終段階まで発展しません。そしてこの最終段階にまで達していない結実作用を外的な意味での燃焼に似たプロセスによって高めることができます。加熱、調理と生殖の意志力への作用。天日干しで水分を幾分蒸発させ、植物が素地として持っていたプロセスを少し先に進め、結実へと向かわせますと、植物からその乾燥物に受け継がれた何かの実効性が高められます。この根底にあるのは素晴らしい本能です。世界を理解しようとしながら観察しますと、人はなぜ過食を思いついたのかという疑問が生じます。これ自体が疑問です。日常的にあまりに自分と一体化していると、人は普通それに疑問を持ちません。なぜ人は食べ物の過食を思いついたのでしょうか。食べ物を加熱するようになったのは、次の2点が次第に分かってきたからです。まず、結実化に向かう作用とは、燃焼プロセス、加温プロセス、乾燥プロセス。ちょっと飛ばしちゃった。飛ばした?加温作用とは、ごめん。人がなぜ過食を思いついたのかという疑問が生じます。これ自体が疑問です。日常的にあまりに自分と一体化していると、人は普通それに疑問を持ちません。なぜ人は食べ物の過食を思いついたのでしょうか。食べ物を加熱するようになったのは次の2点が次第に分かってきたからです。まず、結実化に向かう作用とは、燃焼プロセス、加温プロセス、乾燥プロセス、蒸発化プロセスといった加温調理におけるプロセスと同じ役割を果たす点です。次に、特には開花や種子形成のプロセス、また間接的なものにまで広げれば、植物の上部部分でのプロセスは、動物の代謝種子形における処力を促進する点です。花や種子を飼料にすれば、これらの部分はその素地に、素材によってではなく、主にその力の展開として、動物の代謝系や消化系に作用します。代謝種子系は地上的処力を必要とするからです。そして代謝種子系は必要とするだけ、そうした処力を受け取らなくてはなりません。アルプスで牧草を食べている動物を取り上げましょう。これらの動物は平地の動物と違い、困難な状況の下で歩き回らなくてはなりません。地面が平らでないというだけでも状況は困難です。平地を歩くか斜面を歩くかでは、違いがあります。こうした動物では意志によって力を振り絞ることで四肢領域において育つ何かを受け取っているはずです。そうでなければこれらは決して良い労働用、搾乳用、食用の動物にはなりません。ですから香り豊かなアルプスの牧草に由来する栄養を十分に摂取できるように配慮しなくてはなりません。アルプスでは太陽の加熱プロセスによって花のあたりから結実作用、開花作用へと自然そのものによって加工されています。しかし人工的に加工して種子に力を送り込むこともできます。つまり煮たり茹でたりするのです。最上の方法は葉はあまり茂らせずにすぐに開花し、結実へと移行しやすく、はじめから開花や結実の傾向が強い植物の実や花の部分を用いることです。あまり葉を茂らせず、勢いよく花に向かい、実をつけるものはすべて加熱すると良いのです。
そして人間ではこうした事柄を時折自分に照らしてみるととても良いでしょう。そうしませんと人間に端を発するある事柄を見通せません。つまり怠け者に転がり落ちる斜面とは人間にしかないのです。人間は怠け者へ転がり落ちることがあります。そこで漏らすかもしれない独り言はこうです。こんなに一日中働き回る生活では私は真の神秘家になどなれない。私自身からも周囲からも私を煩わすきっかけをすべて取り除き、働き回る力など私にはないと周囲に宣言できる状況であれば、私は静かに過ごすことができ、真の神秘家になれる。それなので、栄養も真の神秘家になれるようなものにしてみよう。こうして人は生殖主義者になり、食べ物を一切加熱しなくなり、しかしご存知のように、物事にはすべて対象があり、思い通りにはなりません。生殖主義になりますと、神秘化に向けての急斜面にいるようなもの、さらにその人が初めから肉体的に虚弱ですと、それがさらに進み、非常に大きく前進することになります。つまり、ますます怠け者に、言い換えると、ますます神秘化になっていくのです。人間で生じることは動物にも当てはまりますから、これで動物を活発にしてやる方法がわかるでしょう。人間では別のケースもあり得ます。もともと強い肉体を持った人が、後になって気が変わり、神秘化になろうとしたとしましょう。彼は、うちに強い肉体的な力を持っている可能性があります。そうすると、彼がうちに持つプロセス、さらには生の食品をさらに変容させる主力を展開させます。すると、害は少なくなり得ます。そして、通常なら、下方にとどまり、リウマチや痛風を生み出す主力を上方に引き上げ、さらにその主力に働きかけますと、この生殖主義者はさらに頑健になります。天秤に2つの表皿があるように、あらゆる事柄にも2つの側面があります。ですから、その両者を個別化する術を理解する必要があります。一般原則を当てはめることはできません。菜食生活には体内にそのまま放置すると、痛風、リウマチ、糖尿病などの原因になる主力を生体から除去し、人間を健やかにするという利点があります。菜食ですと、植物を人間にふさわしい状態に成熟させるために、こうした病気の素地になる主力が働く必要があり、それによって消費されます。しかし、同時に動物を食べますと、こうした病気の素地になる主力は生体内で使われないまま残り、体のあちこちに代謝産物を蓄積します。あるいは糖尿病では、人間にとって不可欠なものを初期間から追い出し、それ自体で暴れさせてしまうのです。これらは事柄を内から洞察しなければ理解できません。食肉用の家畜の飼料。次にどのようにして動物を太らせるかを述べましょう。袋の中にできるだけ多くの宇宙的実質を詰め込めば良いのです。実際太った豚は天上的動物です。神経感覚系を除けば、太った豚の内側は宇宙的実質で満たされていて、地上的ではないからです。豚は有り余るほどの宇宙的実質をあらゆる方向から取り込むはずですが、それを体に分配するために摂取された飼料が必要なのです。豚は宇宙から取り込まれるはずの実質を体内に分配できるために食べ物を取らなくてはなりません。他の食用動物も同様に宇宙的素材を体内に分配するために食べ物からの主力を必要としています。食用動物は煮たり蒸したりして結実作用をさらに進めた状態のものを与えると太るのです。また、元来の結実性をさらに強めたもの、例えばビートでは、元来の野生種ではなく手をかけて大きくなった栽培種のビートを与えると家畜は太ります。このようにして、例えば食用動物には何を与えるべきかをさらに問うことができます。
それは宇宙的実質の分配にあたって極力役立つものです。つまり、第一に結実作用に対抗するものを持つこと、第二に正しく加工されていることの二つの条件を満たすものです。その条件を満たすものは、油かすやその類です。そうした食用動物では、頭部に対する対策も必要で、地上的実質が動物全体を通り抜け、頭部にまで上昇して入り込む必要があります。この点も加えて知っていなくてはなりません。この場合、今述べた資料にある何かをわずかに混ぜる必要があります。頭部は多くは必要としませんから、わずかで良いのです。それを少しだけ加えなくてはなりません。食用動物は飼料中に少量で良いので、根的なものを混ぜると良いのです。はい、長くなりましたから、一旦ここで見ましょうか、うん。ありがとうございます。Before the salt. For the pigs? うん。うん。Before the pigs? うん。Before the salt. Pigs is with salt.We're eating before the and長かったですね。いろんなことが、もう多分まあ最後の、Vegetarianism. うん、最後の講座の最後になってきているので、もう短い言葉でしたいのはいろんなことを、伝えなきゃという感じで。話してるのかなっていう感じがします。そうですね。まあ、その最初のところはそのいろんな知識からとかではなくて、まあ、ちゃんとっていうか、観察、洞察で見ていきましょうっていう。ということですね。で、人参の粘土のことや天の種子については前回の読んだところで話があったと思うのですが、動物に当たるものを意識的に考え抜いてということを言っておりますが、後半のその結実っていうところからちょっと難しいかな、理解がなってくるかなと思うんですけど、 about the fruit flower things. Yeah, I got that section underlined in my book. It's because it's important. Cooking, why?Those people cook their food. When did that start? ね、まず過食、火をその食べ物に入れるっていうところを、まあ、注目しているところが面白いというか、あるんですけれども。I'm reading this. I'm trying to think of an example. What kind of food is he talking about? He said it is best to use.What comes from the fruiting, flowering parts of the plants,、especially the plants that have a strong natural tendency to flower and fruit. Plants that do not develop much in the way of leaves, but quickly bloom and fruit.、These plants place little value on leaf development, and which allow flowers and fruits to proliferate should be cooked.Which plant would that be?、I'm trying to think of an example.、And he doesn't mention anything. He did clover, like he did flax seed, like he did、carrots.、
I guess it must be the flowering herbs in the Alps and higher elevations. There's less grass, but those herbs, leafy herbs, if you think about thyme, for example, it would grow in the Alps, sage, oregano, I don't know what all. But those are a lot of leafy plants. I don't think there's much flower and fruit processing in that. And herbs, I guess it would be. Herbs would be flower and fruiting process. But we normally harvest the leaves. So it doesn't make sense either. But the cow eats the flower too. Of course, eats flower. あの今ベンが言ってるのはそのこのシュタイナーが農業この分で植物が、その火を入れるのいいっていうことを書いてるけど、どの、あの植物がいいのか野菜がいいのかとかっていうことは全然書いてないよねっていう話をしていて、それで、今話し始めたのはアルプスとかのその高原のその高原植物、野生の花とかそういうものはあんまりその葉っぱがないよねっていう、その、花が咲いてたりするけれども、あんま葉、まあ、高原でその多分気温も低いし、それからまあ土が痩せてるっていう肥沃な土ではないところっていうところは、やっぱりあのちっちゃな葉っぱで、花が早く咲く、その花の方に実をつけたり花をつけることの方に植物がすぐ向かっていく、そういう高原がよくあるよねっていう話をしていて、で、まあ動物はそこでもまあ葉っぱは食べるけど、まあ草も食べるし、あ草じゃないや、あの花も食べるから、そういうところからエネルギーももらってるし、かし、まあ普通のその豊かな牧草地、緑のいっぱい葉っぱの、まあ、あの茂った草の牧草を、まあ、牛は好んで食べるけど、そういうところに行ったら、そういう山の上とかに行ったら、まあ、そこはそこで食べれるものを一生懸命食べてるよねっていうことをちょっと考えていました。生殖の前にその結実と加熱料理の関係っていうところは想像ができますかね。まあすごいあの突飛もない何だろう関係っていうことを、あのいきなり話し始めてるんですけど、でもしかしたらあの実をつけるっていうことについて農業講座の他のところでもちょっと触れていたことはあると思うので、あのそれを覚えてる人はちょっと感覚的に分かるかもしれませんけど、ここじゃなくてもうちょっと細かく書いてたところあったよね。どこだったっけ。結実がその調理にの何に値するかっていうことを書いてたところ、どこだったか見えますか。過食を思い出したのこれかな。8-31。あ、そうですね。128ページ。はい。まず結実化に向かう作用とは、燃焼プロセス、加温プロセス、乾燥プロセス、蒸発化プロセスといった
加熱加温調理におけるプロセスと同じ役割を果たす点ですっていうところ、あ、なるほどなって思うんですけど、どうですかね。つまりその料理にし料理をするときに、まあ、火をつけ火を使う、ね、燃焼は、まあ、燃やすっていうことか、燃やす、そしてから温度を上げる、そしてその後、まあ、乾燥とか蒸発化っていうことを、まあ、だんだんと水分が飛んでってとかね、で乾燥化っていうところを、まあ、プロセスとしてその4つに分けていくと、そういう、調理を行うことがありますよね。それと同じようなプロセスを花が実をつけるというところでやってるんだと、植物自体がやってるんだっていうこと、これ分かりますかね。その花が咲くっていうところだけ想像してみても、全くその花っていうものの、例えば赤い花だったとしたら、花の芽がつくまでは葉っぱが出てきて茎が伸びてって全部緑じゃないですか、基本緑色の葉っぱだし緑色の茎ですよね。でそれが赤い花の花びらをこうちに秘めてこう育ってきて、まだ芽で何だろう、まあ遠立ちするような形で茎がこう上がってきた時にはまだ色ついてないんですけど、まあ、ちっちゃいうちにから少しずつ色はつき始めてはいるんでしょうけども、最初は本当にちっちゃなもうね1ミリ以下ぐらいな小さな芽だった、色もついてないものだったのがだんだん成長するにつれて色が見えてくる。それってすごいそれまでの緑だけだった植物にとっては異質なものっていうか、突然変異じゃないですけど新しいことじゃないですかそれが、まあ、花開くっていうのは、香りも出てくるし、香りが出るってことはアストラルのエネルギーですよね。動物的なエネルギーが周りを取り巻いてるわけで、それはもう火が燃えるのと同じように燃焼のプロセスなんですよね。でそれが、思いっきり開いたところで、まあ、受粉して、受粉するとこう、まあ、なんて言ったかな、熱くなるというか、熱を持つというか、もう一つの身ごもりですよね。受胎するじゃないですけど、それから熱が中にこもっていって、実になるところまで、もう花びらを落とし、中の内実をこう、なんだ成長させることに、もう一心にもう花は向かっていくわけですよ。実をだから、それはつまり実を種を作っていくっていうところですけど、ことのプロセスですけどね。でそれが中がまだみずみずしかったものからカラカラの、種になるまで乾燥プロセス、蒸発化プロセスといったことを